皆さんこんにちは、ひとみです。今日は脱毛の Q&A をしていこうと思っています。前回一つ前の動画で脱毛についてのお話をしました。メインで美容脱毛とあと医療脱毛のこの2つについての違いだったり、値段、あと効果、痛かったのかとか、メリット、デメリットについてお話しさせていただきました。その動画の中で質問をたくさんいただいたので、今日はその質問に全てお答えしていこうと思っています。あと前回の動画で これから脱毛を切る方の質問もたくさん受け付けていたんですが、あと経験者の方からこうアドバイスだったりっていうコメント、あとどこどこが良かったよっていうコメントとか本当にありがとうございました。私もこう10年間行ってたものの、実際に行った店舗ってこう2店舗だったので、私もあ次はこっち行ってみようかなみたいな感じで、とっても勉強になりました。ありがとうございます。そしたら早速行きましょうか。で今日は、こんな感じで結構たっぷりお話をしていきます。なのでもしここ飛ばしてみたいよっていう方は、下の概要欄のところにもどこどこに何を話してるよっていうふうに書いてあるので、よかったら飛ばしでも見てもらえれば嬉しいです。それでは早速行きましょう。今私はフェミークリニックっていうところに通っています。ちなみにこれは質問の中にはなかったんですが、美容脱毛の方は脱毛ラボっていうところに学生時代通っていました。はい、私が行ってるこのフェミークリニックっていうのは美容皮膚科になっています。これはもしかしたらお店によるかもしれませんが、私のところはまず一番初めにカウンセリングに行ってプランを一緒に決めて、その後にお金を払って、そしてもし当日時間があればすぐできるかもしれないけど、私はすぐはやってなかったかな。また予約をしてそれで行くっていう感じにしていました。これは私は治りました。脱毛に行ってて一つ良かった点はこの毛穴が小さくなったことです。でも場所によるかな。私もともと手とかも結構ここら辺とこまで毛穴がある人で、今もねこう見てもらうとプチプチプチって毛穴はあるんですけど、前の方がもっとなんか結構ごっつい感じの毛穴でした。手とかもこう ほぼっていうか、今とかも全く剃ってないのであれですけど、こんな感じでツル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 になりました。足も太ももとかもこう脱毛を受ける前までは毛穴があってすごい嫌だったんですけど、足とかももうツルツル、本当に毛穴が全くなくなったっていう感じです。でも場所によるかな。これは歯揃ってから行くべきかなと私は思います。やっぱりこう脱毛受ける前の処理の仕方って、例えばカミソリで剃ったりとか、あと毛抜きで抜かれる方も多いのかな。私は結構毛抜きで抜くのが好きだったのでこう抜いていたんですけど、抜いてしまうとやっぱりこう周期がこう毛がこうたくさん生えてる中でこう周期がバラバラになってしまうので、できれば同じこうタイミングで生えてきた毛を一気にこう照射したいじゃないですか。なのでもし今こう抜かれてる方、剃るんじゃなくて抜かれてる方はなるべく抜くのを一旦止めてもらって、こう剃るも処理したいんだったらこう剃るっていう作業にちょっと変えてもらってから脱毛を始めた方が私は後々いいんじゃないかなっていうふうに思います。これは前ありました。特に始めた頃はやっぱりこう体を見せなきゃいけないので恥ずかしかったんですけど、今は慣れちゃいましたね。あとこう男性がやってるわけじゃなく、全員スタッフの方女性なので、私が行ってるところは全員女性なので、特に全然気に今は恥ずかしくないです。特に私が今行ってるファミリークリニックは、例えばじゃあこの前のこの前面の部分をやるとしたら、全部をバッてこう開けてこうやって照射するわけではなく、例えば半分だけこっちやるときはこっち側はタオルにかけてこう見えない状態とかでこうやってくれているので、これはお店によってやり方とかは違うかもしれませんが、私の場合は今は恥ずかしいとかは特にないです。で初め恥ずかしいと思ってた時も、結局もちろん恥ずかしいんだけど、自分がこれを脱毛を終えて綺麗になりたいっていう方が強かったので、そうちょっと諦めがついたというか、そうなので今はねだんだんでこうやっていくと慣れてくるので大丈夫だと思います。この質
問は少しこう頭の片隅に置いといていただきたいのが、私もともと前回の動画でもお話しした通り、美容脱毛を12回終わらしてから医療脱毛に来ているので、そこをちょっとだけ覚えていただいたら嬉しいです。なのでその12回でもともともう少しちょっとね毛が他の方よりは少なくなっている状態から医療脱毛を始めたので、その効果を話していきますね。まずデリケートゾーンに関しては、デリケートゾーンっていろいろ OVIO とかこうある場所があると思うんですけど、全部場所によって効果が違いました。まだ脱毛を受けてらっしゃらないってことは、デリケートゾーンの VIO とかってこれからよく聞くと思うんですけど、なんだっていう方もいらっしゃるかもしれないので、一応ここに私の今行ってるフェミクリニックの公式サイトに載っているちょっと説明的なものを一緒に載っけときます。VIO はこんな感じで、私は、3回目でアイラインとオーラインはもう全く気にならなくなりました。逆に3回目の時に、その照射してもらった施術をしてもらった方に、オーラインに関してはもう全く何もない状態なんですけど、これ以上打ちますかみたいな、もっとこう一応やっときますかみたいな感じで言われたくらいなので、私は3回目くらいでなくなっていたのかなと思います。逆に V ラインとかはまだあるかな、これからもうちょっとやっていきたいかなっていうふうに思っていますが、ほぼほぼもともと美容脱毛で、7.5 とか、もともと10あったのが 7.5 とか7とかぐらいになったのが、今はほぼなくなって2ぐらいあと残ってるっていう感じなので、まあ、4回5回やってて、でもしそれでもなくなんなそうだったらもうちょっと足そうかなっていう感じで思っています。うなじに関しては5回ではなく今6回照射が施術が完了している段階です。今は私そんなに最近チェックしてないんだけど、どうかな、なんか私特になくしたかったのが、結構もうここから本当にここら辺までこう産毛がバーってこう来てたのがすごい嫌だったので、そこをやりたかったのと、あとこう形をちょっとね、なんかバーって毛が生えてるのが嫌だったんで、そことかもこうやったんですが、6回でやって今なくなったのが、もともと10あったのが、ちなみに美容脱毛はここら辺全然やってほぼやってなかったので、効果も10あったのが9とかになったぐらい、全然ね効かなかったんです、同じは。だから医療脱毛で今は6回やって3気になるぐらい、もともと9あったのが3気になるぐらいになったから、もうちょっとねうなじに関しては足したいなと思ってます。だから、トータル今6回なんですけど、多分、8回ぐらいやったら多分ちょうど良くなるのかなという感じです。そしてあと毛が少ない場合は医療脱毛を全部やったらどうですかっていうことだったんですけど、これはね私が実際こう見ていない、その質問いただいた方の体を見させていただいてない、特にプロでも何でもないので、ちょっとね何回で絶対なくなりますとは言えないんだけど、もう基本的には5回やっておいたら、安心なのかなっていう感じはあります。でも多分、VIO とか場所によっては全然なくならないところもあると思うので、その後に追加で足していくっていう感じかな。でも本当にもうこう自分が電車乗ってて周りの女性の方とか誰を見ても私がありえないくらい毛が少ないっていう方はもしかしたら5回でも多いかもしれませんが、基本は5回やったら安心なんじゃないかなっていうふうに思います。顔は手とか足と比べて毛穴の小さくなったのを感じたのはちょっと少なかったかな。特にこういうところ、年齢で出てくるこういうところだったりとか、あと鼻の毛穴は脱毛したからって小さくなったっていうのはそんなにというかほぼほぼ感じなかったです。顔で私が特に感じたのはこのもみあげのところ、なんかここら辺ってもしこう顔を脱毛じゃなくてこうカミソリで処理されてる方はご存知かもしれないんですが、ここら辺の周辺ってなんか失敗して間違えてこうもうほぼ髪の毛みたいなところを剃っちゃうと穴じゃなくて毛穴が結構大きくなるんですよ。私はそこが完全になくなったのが顔の脱毛に関しては良かったかなと思いますが、こういうところとかあと鼻のところに関しての毛穴の小さくなったかっていうのはそんなに感じなかったかな。
保湿の方法はまずお風呂に上がった後にこのハトムギ化粧水を、私はこういった、私これ100均ダイソーで買ったんですけど、こういうものに入れて体にね、こう見えるかな、すごい細かいんですよ。なのでこれでブワーって体に吹きつけてます。ちなみにこの量 100ml、 これを3日間で使い切る感じなので結構な量使ってます。でバーってやった後にこれはね、日本では売ってるのかな、ラロッシュポゼのボディクリームなんですけど、結構体がヒリヒリする方ぐらい、乾燥してる方とかにはすごく効くし、保湿力がとにかく高いので、これを気になるところには塗っています。だけどこれ日本で確か買えないはずなので、日本で買えるものでこれと同じくらいいいなって思うのはここに乗っけておきます。キュレルのボディクリーム、これは確かポンプタイプだと1300円ぐらいだったかな、日本では薬局で買えるものなんですけど、すごい保湿もされるし、なんかこうベトベトしないんだけど中がこう保湿してくれてる感じなので、保湿方法はそんな感じかな。で黒ずみに関しては、私はこう脱毛を始めてから自分で処理をほぼしなくなったの で、あとこういった保湿でちゃんとしっかり保湿をしてあげることで、基本的にはというか、すべて黒ずみ、気になってた黒ずみとかはなくなりました。皮膚の下にこう埋もれてしまう毛に関しては、私は医療脱毛を始めてからその悩みが完全に、脱毛を始めたっていうことだけで完全にこうなくなったので、そうなんです。なのでね、もともとカミソリで剃ってたりとか、毛を抜いてる時はこう埋もれてる毛がたくさんあって、特に脇とか膝とか足の太ももとかに結構たくさんあって、すごい気になってたんですけど、私の場合は医療脱毛をしてちゃんと保湿をしてあげることで黒ずみとか、そういう埋もれてる毛も完全になくなったので、そうあんまり答えになってないかもしれないんですが、そんな感じです。これはですね、たまたま先日友達からパッとその悩みを言われたんですが、多くなる人とならない人があると思います。っていうのも、私はもともと結構汗かきで汗をかく量が多分人より多いので、そういうふうには脱毛してから量が多くなったとか全く感じず、っていうかもともと多いからみたいな。だけど私のお友達で脱毛した方は、脱毛する前の方が汗のかく量が少なかったっていうふうに言っていました。だからそれまでは私全然そんなことないよと思ってたんだけど、2人の友達がそう言ったので、そう感じる人もいるみたいです。私は剃っていってます。中には剃っていかない方もいらっしゃると思うし、私特に今は量が少なくなってきて、必ずここはピンポイントでやってほしいっていう場所とかがあったりするので、そういう時はあえて、例えば脱毛が木曜日にやるとしたら月曜日ぐらいに処理しといて、ちょっと生えたぐらいの状態で行くことも最近はあります。なのでこう行って、これくらい生えているから、とかここが生えているから、ここはちゃんと照射をしてほしいですみたいな感じで言うことが多いんですが、基本的には私はこう VIO にかかわらず全体的にこう処理をしてから行くようにしています。この質問は先ほど載っけたフェミクリニックの公式サイトに載っている VIO を説明するものをまた載っけときますね。確か質問くださった方は、特に O ラインと I ラインについては、全部なくす方が多いっていうふうに、脱毛する方が多いっていうふうに言ってましたっていうふうにコメントをくださったんですが、私も全部なくしていいと思います。私はなくすように今やっています。っていうのも、特にすごく良かったなと思うのが夏です。ちょっとここから生理とかの話になるので、男性の方はちょっと嫌かもしれないんですけど、特にアイラインが生えてて、それで夏生理とかでナプキンを使われる方って相当なんか嫌じゃないですか。私は結構気持ち悪くって、こうナプキンをこまめに変えたりとかしてたんですけど、その不快感がなくなったのが、私はアイラインを脱毛してて本当に良かったなっていうところです。で、オンラインは別に特にあってもなくてもいいとは思うんですが、私の場合はなんかもともとそんなになかったので別にいらないかなと思って、脱毛しました。あと形、デリケートゾーンの形自体どうやって決めたのっていうのは、これはでも皆様それぞれ人によるのかもしれないんですが、私はもともとなんかこういう形がいいみたいのがあったので、それを施術してもらうときに担当の方に伝えてきました。だからなんかあんまり
他の方がどうやってるとかあんま気にしなかったかな。私の場合はこれがいいみたいなのがあったので、それでやるようにしました。これは私だったら医療脱毛から始めたいと思います。っていうのも私の場合は毛量が多かったので、あんまねこう美容脱毛をやっても効果がわからなかったから、正直20何万出したのちょっともったいないなっていうふうに今は思ってしまったので、医療脱毛からやりたいと思いますが、学生さんのアルバイトで月に一気にこう20万30万40万ってもらえるっていうのはなかなかいらっしゃらないかなと思うので、私だったら先に部分部分で自分がまずなくしたいっていうところから医療脱毛で始めると思います。特に脇とかは、私が今行ってるフェミクリニックは1万5000円で、何回だったかな、3回か5回を1万5000円でできるので、私だったら、先に気になるところからやってって、でしかもこう脱毛って例えばじゃあ脇を5回やるって言っても、だんだんこう3回目4回目5回目って毛が全くなくなってくるので、そうすると例えば月曜日に脱毛して、金曜日にまた脱毛をして、でその次の週のまた火曜日に脱毛してみたいな感じで、その早いスパンでできないんですよ。結構毛が生えてくるまでに半年待たなきゃいけなかったりとか最後の方はするので、結局ね結構時間かかるんです、脱毛って完全に終わるのって。なのでそう、私だったら初め気になる部分から部分的に始めようかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は皆様から前回の動画でいただいていた脱毛に関する質問にお答えさせていただきました。なんかちゃんと答えられたかな心配なんですが、もしね追加で質問とあればぜひコメントいただければ嬉しいです。ということでまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。